ね、ペットベブザーシリーズ、ペットベイブのファン名決まったね。どうもベムです。ペットベイブアジアツアー、ファーストファンミーティング、ラブスジャーニーイン東京開催決定。イエーイ。失礼失礼。日付は4月7日の日照ホール。場所どこって感じなんだけど。新橋、めっちゃそっちだね。え、港区女子になるってこと？と、東京ですが。キャパなんぼなんだろうね。550席のところになるんだ。おー。ここでも微妙いね。なんか場所がとかもそうなんだけど、まず、ピットベイブをどれだけの人間が知ってて、いやマジでなんか私一個人的に未知だなって思うんだよね。だって GMM とかさ、デマンディとかの、あとミーマインドとかすごい知ってるような会社じゃないじゃない、正直。だから埋まるのかな、埋まるか、550だしとか、まあちょっと辛口なこと言っちゃったりするけど、しちゃいますが、なんとここには我らが推しスパナットくんがいるんです。スパナットだよ、あのスパナット。腰抜かすわ、あんな本物直で間近で見たら。あーばー、ちょっと今想像しちゃってさ。詳細がまだ後日発表しますになってるから何にも分かってないんだけど、座席によって値段は変わるのとか、そういうのもほんと全然分かってないけど、まあ大抵あるじゃない、特典が。特典で握手会なんてあったらば死ぬぞ。やばい、だって絶対違うんだよね、私視点というか。いやまずよ、私がこうやってリアクション動画としてピットベイブザシリーズを扱ってって、ほんとメインはチャーリーとベイブだっていうのはほんと大いに分かっているが、いるんだが、やはり見てみたいスパナット。ほんとマジ個人的な話すれば、優先順位はスパナット、チャーリーベイブ、あとアラン・ジェフみたいな。まあ、ね、順位決めちゃダメなの、そんな本当に分かっているんですけれども。あとタイミングがちょっとなって思ったりしなかったりするんだよな。だってご存知の通り、2月今月はドゥマンディと GMM のデカ会社のメンツがもうほんと何日かに分けてくるような月ですし、3月に至ってはブンプレ、ミュウくん、ボスくん、あとノールくんもだよね、決まったよね確かね。おっと、ファーストくんもやるんだ。4月になっちゃうけど、やっぱなんかね、天秤にかけちゃうとっていうのもほんと申し訳ないんだが、金なくねーっていう、そこだよね、そこ、もうそこなんです、金なくねー。ピットベイブーの子たちが来るタイミングとしてはぴったりなんだけどね。ちょうど放送というかドラマも終わって一段落からのイベントでしょ。しかもファーストイベント日本で、結構な総出で。だけど結婚かぶっちゃってるから金ないよね、どうしようか問題ですね。皆さんどうしますか、行きますか。私は考えておきます。スパナット相手、スパナット。おほほほ。そんなわけで今日はピットベイブザシリーズ13話見ていこうと思います。これはもしかしてラストですか。13話で終わりっぽいっす。え、今日最終回なん？マジか。てか、そういえば13話なんだね。早いね。最終話？本当に？本当に？わかりました。最終話、見ていきたいと思います。能力持ってるし。強いし。こっちに能力、そなた能力は持っていますか？チャーリー？チャーリー。意味わかんないね。死んだチャーリー生きてんのね。死んだチャーリー生きてるもんね。ねえ。なんでって、夢というか幽霊というか。もう殴られたことよりチャーリーとの再会が嬉しい。とても寂しいよチャーリー。涙でそうなんだけど、なんか寂しかった。消えてないが、物体はあった、ただ死んでたと思われた。死んだと思われた、まあ思わせた。ないない。
ผมคิดว่าถ้าผมตายอ่ะแล้วโทนี่มันไม่รู้เรื่องเซมิเศษที่กลับพื้นที่อ่ะมันจะเลิกรังควานชีวิตพวกเราอ่ะอ่าฮะมีความสุขอ่ะ能力が戻ったチャーリーが死んだからもうベイブには戻らず襲ってこないんだろうなって思ったわけだよ。でもまだ死んでないや。で、なんで力が戻ってくるんだ？そういうお薬があるんです。僕は人々に、彼らは薬を消す力を持っているから、今、私は治療中だ。ผมฉีดยาเนี่ยนะมันได้ผลจริงๆอ่ะพี่เบฟตอนนี้ผมอยู่กับพี่โดยไม่ดูดพลังได้นะบายเรื่องมันยาวเอ๊ะでも能力がっつりあれもらえないの何これ半分こ能力半分こ状態はいそれともไม่กูจะไม่หนีไปไหนมันコーカ音だけ言っちゃまやな。え、コーカ音の、コーカ音だけ言っちゃまえって言ったらダメよ、私。ダメ。なんてこと言うの本当に。いや、そんな場所には置かないと思いますけどね。重要書類は家のなんかすごい大事なところにしまってそうだけど、意外とそういうとこにあるのかなかった。隠し扉とかね。なんか、ほぼこう、引っ張ったら、嘘やん。なんでそこにパソコンあんの？充電切れですね。あら、まあ。みんな、みんな。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。あじゃま、あじゃま、あじゃまじゃま。俺も協力する。あ、あれは。証拠全部ที่จะเอาผิดคุณโทนี่ได้。だよね。だってさ、そこまで土下座だよ。ほぼ土下座してさ、パパーっつって、お父さんってして、もうなんかどけやってやられたらもう。痛くてもいられないよね。だったらもう暴かせ、暴かす、あさ、暴かす、暴すかす、暴す、暴す、ん？暴す？ราคางานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นไปที่10ล้านบาทแล้วนะครับมีเท่าไหร่ที่อยากจะคุณนะครับก็สามารถสู้ราคาได้เลยเพราะมูลนิธิอาคัสอาบัสทุกท่านจริงๆครับ11ล้านนะครับเอ๊ะว่า日本語難民すぎてやばいんだけどどうした15ล้านครับ15ล้านครับตอนนี้อยู่ที่その他1500でこう買うのかถ้าอย่างนั้น15ล้านครั้งที่1 15ล้านครั้งที่2 15ล้านครั้งที่3ピッピッ軽そうな石おお何四天王みたいな最後はこの私ですっつって僕たんこんじゃさ僕をいくらで買いますかわたくんちゃんこんらうきもりやんでかいみこんなパーたとけんなペンコンケンラコンディコンさんこんまくまいけないแต่หลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าสุดยอดนักแข่งรถของเมืองไทยอย่างพิทเบฟวัดก็เคยเป็นเด็กของตระกูลเฉินเหมือนกันชิงเก๋นะไหนดูซิว่าในขัดได้จะมีอะไรวะอะไรวะอะฟรีนะเอซูชิวดะหัวทองนี่เก่งได้กับหมากล้าได้กับเด็กเจอกูหน่อยโทนี่เก่งกับหมากล้าได้กับเด็กวงเล็บไอ้โทนี่ว้ามีอวยนารุ画面だなとても YouTube を感じたなและในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าพิทเบฟจะไม่สามารถมาปรากฏตัวด้วยตัวเองได้
แต่เขาก็ได้ส่งชุดแข่งของเขามาร่วมประมูลในวันนี้ด้วยครับเพื่อให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ทำบุญบริจาคและผมขอยืนยันนะครับถ้าหากใครที่ชนะการประมูลชุดนี้พิดเบฟจะไปส่งมอบชุดของเขาด้วยตัวเองพี่มันเอาฟ้าพิเศษในตำนานของตระกูลชนหรือเปล่าตัวยูกุโตใช่แล้วครับคนนี้แหละที่คนโทนี่เจ๋งเลยพิดเบฟเบฟを売りますเรามาเริ่มชุดแข่งของพิดเบฟกันเลยดีกว่าครับงั้นเรามาเริ่มประมูลกันที่10ล้านบาทเลยครับドレス衣装スーツ50ล้านไปเลยขึ้นทีเดียว40ล้านนะครับ5000やべ70ล้าน70ล้านทางด้านนี้金あんのみんな当たり前に90ล้าน90ล้านนะครับドレスなんだっけスーツを売るっていう体で本体を売るってお話でしょ自ら届けに行きますเท่านี้5คนโอ้ยอัพโหลดเลยเอกึแฉแม่งเลยอีกอลเตนだろอีกจากูนะยามพี่เหี้ยเลยเอ๊ะสุดแต่มาแต่それあげちゃうのてかเปิดโปงโทนี่มูลนิธิตะกูเฉินเอ๊ะโมไซค์案件じゃないโมไซค์案件っていうかฟังหัวเด็ก首を切り落とวันนี้ราคาประมูลอยู่ที่110ล้านบาทมีใครจะสู้ราคาอีกไหมครับดายจูบพวกคุณเชื่อกันจริงหรือเปล่าว่านี่มันแค่งานประมูลการกุศลทั้งหมดนี่ก็เป็นแค่เรื่องบังหน้าของมูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้อะไรนี่ทุกคนไม่สงสัยหรอครับว่าทำไมงานศิลปะพวกนี้ถึงมีเศรษฐีมาประมูลกันเป็น10ล้าน100ล้านเพราะมูลค่าแท้จริงไม่อยู่ที่ของแต่คือเด็กต่างหากไอ้เจฟหยุดได้แล้วเด็กพวกนี้ถูกขายกับเศรษฐีมูลนิธิตระกูลเฉินที่สร้างพาวเป็นคนดีที่จริงแล้วก็แค่แหล่งค้ามนุษย์เท่านั้นแหละครับแกอย่ามากล่าวหาฉันนะไอ้เจฟเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับสิ่งที่เด็กคนนี้พูดไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรทั้งนั้นเอ๊ะでもそれが事実だไม่มีทางที่ทําอะไรแปลกเพื่อนแบบนั้นเด็ดขาดそれの証拠もないんだよこいつが言い切るそれもないんだよああらライン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 だあらあらあのロン毛殺せ。え？僕が人を殺してる？え、他靠我突破。他突破到这里。えぐ。え、そこ、その場にいる億万長者も？記者も？え、記者は？記者とかもめっちゃ証拠じゃない？はい、じゃあ、よ、ばあれない。で、でも、これ、へん、まあ、もろ。よっ！えぐ。ほい。ไปจับพวกที่เหลือมาให้หมดเอ๊ะでもเอ๊ะむずくないここでさ今さらทั้งเอาฟาลูและอินฟาย極端な話殺そうとしてもさネットに回っちゃってたらもうกูจะพาพวกมึงไปกับกูด้วยอะ道連れにってことแล้วกูจะให้พวกมึงหาเงินให้กูแบบที่พวกมึงจำไปจนวันตายเลย違うの？そういうことじゃない。おい、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 お
浪你你你啊ทำไมกูต้องเจอพวกมึงบ่อยชีวิตมึงว่างเหรอรักกันเหรออ่ะ愛し合ってはいる正直蹴らないで抱き合ってる可愛いちょっと待って状況が状況なんだけど啊你们干嘛的好啊おおおキム先輩やれ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 マジでこいつはマジで止めろいやお最強じゃん意外と弱いじゃん普通に強いのかこいつ銃ないと何もできないもんねいてあ、よっぽどよっぽどやられてんだよっぽどやられてんだまあいいそれはあっねえ何全員集合だってはっ何ファンだっこはここまで各地に追い込まれると同情しちゃうわ。待ってやりすぎだわ。いややりすぎではっていうか、で一カットでかわいそうだよなんか。うま。なんか急にこっちのもんになったやん立場が。ほら発泡スチロールですやんその作品スパナスパナットの顔は何どっちを撃とうかな的なあ、スパナット、スパナットで2発弾が、スパナットに2発弾が、たまたまってこと？はあ、ここだよ、ここ。もう軽く、心臓ですけど。こいつ、不死身だな。なんでそんな燃えんねん絶対発泡スチロールですやんそれおいウェイ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 というスパナットスパナットはウェイはウェイブをあすごい今一番需要のない血今一番需要のない人の血もう打れるんがなれれかんとは育ててない。育ててないですやん。育ててないですやん。育てられてませんもん。でも、あ、そうか、そうか。お前は最優秀賞だから。あ、全くなかった。でも好きだったよね、正直。でも殺しちゃったらまずいねっていう。ป่านนี้มึงสุขสบายมากกว่านี้อีกเยอะกูจะให้โอกาสพวกมึงอีกครั้งนะเอ๊ะจ้างสกเรเรโนอีราเน่เกโดถ้าพวกมึงยอมไปกับกูกูจะปล่อยพวกมึงทุกคนกูฟังมึงอะจัดเด็กกำพร้าคนหนึ่งจนจะมาเป็นสุดยอดนักแข่งรถと言われましてもねI
ほらもう最優秀賞の彼だからこそ彼のこと好きだったなみたいな、父として愛してたなみたいな。うわなんか嫌、息子って言ってるこいつのこと。あのほらあれにはお前は犬だっつってバーってやったくせに、あのあいつピートのこと好きだった男、ガードマンチックなやつ。え、死んじゃうよ。終わった。こいつ撃たれてんのによくこんなに動けんね。いここい死ぬくない、普通に。てか一旦銃に撃たれたら死ぬくない。ムンケジョムグメベベイブ人間ゴレ人間ゴレ。ん、撃ったのです。あ、やべって、矛先が。わんない。スパラッと大丈夫ってか、死んだ？生きてる？それどころじゃない。危ないよ。え、刺されたんだけど。おいおい、ついグーフィーが。あ、批判しちゃうんだけど。お前。大事なお父さんっつって、犬だ、てめえはって言われて、逆襲劇。息子の逆襲劇。言ってない。はあ？パー。パー。いや、たまらないか、言えな。つら。つらいけど、いい判断した。こいつは、危ねえ。生きてたら、危ねえ。刺されて死ぬ感覚ってどういう気持ちなんだろうね。痛い！痛い！あ、眠くなってきた。パターンなのかな。視点が違う。目開けて、目開けて、あー、南無阿弥陀仏。ウェイがまだ、ウェイがまだ息があるぞよ。なんで誰も駆け寄ってくれないの。何これ、みんなで見とるの。ねえ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 、なんでみんな誰一人駆け寄らないの。あ、誰一人は駆け寄ってるけど、笑顔で涙出そう。涙出そう。あ、スマナット、スマナットが死ぬんだけど。え、なんで、ねえねえねえ、ピート、ピート、ピートは、てかピートは、ピートってウェイ大好きっ子でしょ。ピート大好きっ子なのになんでさ、ウェイ大好きっ子なのになんで行かないの。あいつはもうせいぜいつって。え、なんでこのドラマってこんなに人が死ぬの。気まずいんだけど。肌切れすぎて、肌が切れすぎる。そこじゃないのは分かってる。もうマジで顔がいいやつってどの角度撮ってもかっこいいんだな。うぜぇ。ある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 。なんだかんだ愛してた。なんだかんだチャーリーとかに会わなかったら絶対ここ付き合ってた。友達で、家族で、恋人で、恋人は違うか。でも結構な、結構長命よ彼。撃たれたんだね、2発ね、心臓にね。どういう感じなんだろうね。痛いな、痛い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 、泣いちゃうみたいな。え、この感じで死ぬの、ね、死ぬのってか本当に。で、喋りすぎなんだけど、うるさ自分。死んだ、死んだ、死んだ、死んだ。愛してるって、愛してるって、愛してるって。
え、なんで死んでからみんな来んのね、なんで、待って、死にた、ね、よくがね、こいつ笑ってね、笑ってみるか、ピート笑ってんのかと思った、死んだわ、ニヤニヤっつって、うわー、いい死に顔だ絶対違うよね、絶対違うね。え、これもチャーリーと同じか、泣いてる、泣くか、一応泣くか、あー黒い、血が黒い、じゅわーってなってる、じゅわーって、え、何言おうとしたんだっけ、あ、何か言おうとして忘れ、まあいいや、この体勢って場所をトイレに変えたらトイレしてる人ねうるさ、あ、おせ、え、本当に死んだの、え、ウェイマニオカブチャーマダンクラス、本当にチャーリーみたいに、いや、もう別に脳差じゃん、でも違いはあれだよね、チャーリーは見えないところで亡くなっちゃったタフだったけど、ウェイは目の前で何人もの前で、ごめんな、ありがとう、愛してるぜな感じで泣き泣きの死だったじゃん。わからんな。え、だって最終回に亡くなる？タイドラマの見すぎ？全部がハッピーエンドだと思っちゃってる。え、あの、誰も病院に行って緊急入院でスパナットを助けてくださいって言わないもん、絶対目にゴミ入ったんだけど、行った。で、バンカン、ラコタムディディソデタウニーテリアカノンポアイムンペンパイ、うわ、ラメだけ取れた、うわぁ、うわ、コンディタファイカポア、取れた、え、ね、このドラマだけで人が2回死んで2回墓出たんだけど、ガチで言ってんの、ガチ死、え、ベイブのお父さんに薬打ってもらえないの、それでは生き返らないの、注射打つ前に死んじゃったやつが注射打っても生きれないの、思い出が、好きだったじゃんこいつ、え、待って、スパナット死んだのにスパナットファミに来んの、今なんで書いてあった、97年って書いてあった、え、ちょっと人が亡くなってんのに銀色のネックレスは違うんちゃいます、ね、アクセサリーもつけてますけどちょっと緩いね、ねえねえどう、ね、今ジェフがさ肩飛んでて大丈夫みたいな感じの表情だったよ、チャーリーが死んだ時と同じ表情だったよ、あんまり思い出がないからこういう表情なだけ、それとも生きてるからやってるわこいつっていう顔、泣き泣きの泣きじゃん、なんか笑っちゃうんだけど、なんだ97年生まれになってんだ、わ、ほら絶対ここ付き合ってた世界線あったよ、絶対どっちかの人推しで、てかスパナットの人推しで、結構チャーリーとの時間より甘くない、甘くないってか濃くない、そうでもない、まあ家族だしな、お前も大変だな、毎話毎話で泣いてんじゃん、俺ら結婚しようなんつって、会えるさきっとな、
だえ本当になくなったのもうダメなんだけど、なんかなんだろうね、今までのドラマの概念というか、実は生きてましたよパターンあるじゃないですか。現にこのチャーリーみたいな、あの出るに出られなくなったチャーリーとかいないの？チャーリーじゃねえや、あのウェイいないの？やばい、葬式みんな知ってる、私生きてるみたいな。เราไปหาอะไรจริงกันไหมพี่เบ๊บน้ำไม่ให้เนติมึงอยากกินอะไรอ่ะผมได้หมดนะพี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมไม่อ่ะช่วงนี้ไม่อยากกินอะไรได้เหรอเนี่ยถ้าเป็นผมก็ไม่อยากหรอกมึงไม่ต้องพยายามทำให้กูยิ้มขนาดนั้นก็ได้อิตตันเน่家族とかの立ち位置の人が亡くなってるんで、すごい気持ちはわかるんですけど、なりたいんですが、ちょっと今は違うかな。なんか引っかかってる。なんか引っかかってる。なるほど。誰？あ、お父ちゃん？お父ちゃんに頼んで注射打ってもらいましょうよっつって、お墓の中に入っちゃってるけど多分今なら出せますよって、出して注射打っちゃいましょうよって、それ生き返るかもしれないじゃないですかピーって。リバルおじさん、感動の再会、無言。จำได้ไหมลูก息子さん ตรงนั้นเคยมีทีวีเครื่องเก่าของพ่ออยู่ด้วยนะทำไมจำไม่ได้อะพ่อชอบหลับหน้าทีวีちゃんと覚えてますね。ก็ปล่อยผมดูหนังคนเดียวแล้วลูกก็หลับไปทุกทีพ่อต้องอุ้มกลับไปในห้อง何年前の話してるのっつって。ちょっと前。ああ。チャーリー、あんたは、ルーク、やってパワーだ。チャーリーが、うん？相手が誰が誰に？息子が父に？父が息子に？会いたいですかって聞いたんですか？ผมไม่เข้าใจเลยอันนั้นเธอจะช่วยต้องมุดตีคนนั้นก็พ่อทำแบบนั้นไปทำไมนั่นสิบุกไปทำไมอายุ7ขวบบุกนั่นสิ1คนนี้ทำไมต้องคิดว่าพ่อตัวเองตายจากไปต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าโดนพวกมันหลอกใช้พ่อทำแบบนั้นไม่ได้ไงคุณถามพ่อไม่เคยรักผมเลยหรอพ่อもうね、ずっと泣いてる彼、もうね、いろんな感情が一気に来すぎて、多分もうなんかストレスで死ぬぞ。後ろからハグ？バックハグ？それともわっと驚かす？目隠しちゃう？あ、違った。なだめるための手だった。ไม่อยากให้ลูกต้องรับผิดชอบความโง่เขลาของพ่อめっちゃ脅されたが、ありえないぐらいの大金を渡されたか。まあそういう系だな。こういう人が父親を譲らないよね。父親？子供を譲らないよね。まあ、思うよな。ろくに衣食住。与えられなくて病気があってってなったら離れ離れになるけどいい環境でってやっちゃうよね。わかりますその気持ち。うん、子供はいないですけども
腹立つ。でもちょっと美しいジャンルに似てるな、この人。昔綺麗だったパターンだな。はぁ、え、なになになに、パーとんたちんざいべっなん。さ、とんへんるーこ。なんてむーでよ、みだいんくれよ。パーめけんかたぼんさかんれよ。めかけんじゃくんさあぼんれよ。わかりきってんだもん。お前に相談したところでお前は、俺のとこについてくるなって思うじゃん。え、つら。会えない息子を、おう、父、つら。バックハグとかしちゃえよ、もう。息子よ、大きくなったな、つって。は。お父ちゃん。我父亲听了。お前の息子超かっけえな。顔パーツめっちゃいいな。素晴らしい。最近素晴らしいっていうの口癖なんだけど。いいね。素晴らしい。もうどこにも行かないよってフラグじゃん。怖っ。やめてよ。絶対長生きすると思ってた普通の兄弟というか家族というかやつが亡くなってんだよ。どこにも行かないよとか言われたらめっちゃ信用しちゃってすぐ死んじゃうパターンじゃん。いや、なに、は？考えすぎかなこれ。眩しいよじゃねえよ。お前上亡くなってんねんぞ。ไม่ได้ลุงนี่ลุงอยู่ห้องผมกี่วันแล้วเนี่ยไม่คิดจะกลับไปดูงานที่อู่น่ะเหรอป่านี้เละเทะหมดแล้วนะลุกลุงลุกแล้วลุกเร็วๆว่าこれ引き寄せ引き寄せベッドインパターンนั่นว้ายไม่เป็นไรหรอกนะป่านอนโซนิกดูไปแล้วหยุดอีกวันนะどんぐらい休んでんだろうか。ああ、可だい。ผมให้ลุงอยู่ต่อแค่วันเดียวเท่านั้นนะ。พรุ่งนี้เช้ารีบกลับบ้านเลยนะ。可だい。うん、เราออกไปไหนกันไหม？ผมไม่ออกไปไหน。うん、ทำไม？おうちデートなぜや。แต่ว่าอยู่ห้องเราจะทำอะไรกันนะやる。ก็แล้วแต่ลุง。なんかやる。我อยากทำอะไร。เอ้ยลุงลุงจะทำอะไร。ฮึลุงเฮ้ยจ้าลุงこれ絶対やってる。これ絶対やってる。これ絶対やってる。おかしいんだよね。大体さ、ピットベイブザシリーズって結構やる夜なドラマだなって思って見始めてるわけだから、まあ、うん、正直ね。それがさ、YouTube で見てるせいで全然 NC がないのね。今のところ。おお、そうか、そうか。今ちょっと調べてみたんだけど、結構やりよってて、見せよう。ここまでは YouTube のと今見たのとそっくりそのまんまだけど、ほらなんかこんなにちょちょぱちょちょぱちょぱってさ、うわえ、こいつら同い年とかでしょ、ほとんど。こんなめっちゃアンケルみたいなおじさんつって、やばい。え、ぜ、わー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 、思い出させる、フラッシュバックさせる、ラブエアを、6話を、11話を。わ、ほらほらほら、もう入れてまーすって、入れられてまーすって。あっ！わっ！え？ケツ？え？ケツ？
悔しい。แข่งใหม่แต่หน้าเก่าแห่งทีม X Hunter ฮะวันนี้ลงสนามเดทแรกรู้สึกไงบ้างครับあれはチャーリーベイブはまだ緊張まんゆうにゃなさるんですかね。ラストっすよ、ファイナルっすよこれ、この回 YouTube で言う13の4の4っすよ。ペラン仲いい、ベベないよ。ピてかハンターだね、X ハンターだね。ごめん今読んでなかった字幕を。赤くない、パパ？やれやお前ら、お前らやれ。え？あ、なんだ？え？え、エロムードになって、え、こういうムードになって、クルカヤフスキャンギャンフスキャラナス。はいやん。わ、いいわ、この受けのさ、この、この、あの、のけぞってるか、のけぞってるって、この曲線というか、腰の。わ、わ、わ、急いで。しおるん？しおる？え、なんかめっちゃ EXILE っぽいね、 LDH っぽいんだけど、曲がすごく。うわ、おお、おお、ちち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 ちぐはぐ。ちなみにこちらを NC ですかっていう感じなんですか、 NC アンカットなんですかっていう。いちいちこうやってやんないといけないんですね僕。日本語字幕でピットベイブザシリーズを見るにはこういうことをしないといけないですね。いちいち見れるだけまだ幸せか。あ、ハムった、あれハムったっけさっき。チューチューチュー、あれチュー、あれチュー、あれすごくチュー、あれさっきより長めのチュー。わっ、うん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 、無駄にしないよ。え、なに今、あ、脱いだ脱いだ、パンツ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 やっぱ違うんだね。もんでもまれて、もみもまれ。わあ。あーって。いや、今見えるわけない、見えるわけないんだけど、見えるわけないんだけど、見えるのかなと思って今視線を下げちゃった。下も見えるかな。見えるわけないんですけど、僕の変態加減が。あ、もう恋人つなぎなんかしちゃって。ねえウェイ、ほんまに死んだん？え、結婚式いいね。あ、うんうんうん、お前らさっきやったやな、数分前にやったやな。なんなんなん、ホームランピーナ。なんやもごどん。で聞こえてはな、一応ね。うん。来る。あ、苦しい。苦しい。なんかざわざわする。ざわざわするというか。はい。ラクマグ。ラク、ラクミスライ、ラクハイの今から。チューする。チューしそう。チューした。絶対結婚式なんですけど、テンション感が、テンション感、結婚式すぎたんだけど、手つないで愛してるよ愛してるよ、チューは結婚式じゃねえ。ランウェイ、バージンロード出た、そのピタってくっつくやつ、中学生っぽいやつ、ピタって、あれくっつかない、あれこの子に泳いで。まあやがて受け継がれるんすよ、そのレーシングロードは愛がつって。終わった、ウェイが死んだまま勝
チでガチメイ死んだままなの。まあでもそうよな、最終話にして亡くなって最終話で生き返るようなことはないのか。死なないよね普通ね。なんか相場なんか入院して実は生きてました、よかったよウェイっつって、おお痛いぜみたいなノリがおおよそのなんかなんだろうなと思うんだけど、数多くのドラマを見てきた中の私の意見ですけど、結局スパナット君は本当に亡くなっ、いや違うウェイ君は亡くなっちゃったんだね。そっか最終回だからいっかいっかシーズン2あたりで実は生きてましたよっていうスパナットメインの話が始まるわけですね。なるほどなわけでですね、長い間長い間な、そんな長くもないか、13話完結というわけで、ここまで一緒にご視聴いただいてありがとうございました。ピットベイブザシリーズ見たい見たいっつって、ラブウェア好きな人間なら絶対おもろいんじゃないのっつって、 NC があるし現にあったし、あのカーレース系だしみたいなって思ってたら、なんともう何設定がすごく大きいドラマでちょっと追いついてないみたいな、今でもちょっと追いついてないみたいなとこあるんですけど、そんな感じのドラマでした。なわけでですね、こちらのチャンネル登録してくださればまた次なんか違うドラマ、新しいドラマなんかいろいろできたいなと思いますので、してくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。